はいどうも、タマヤです。今回も選手目線で戦うユース縛り監督キャリアやっていこうか。さあ今回からいよいよ2年目のシーズン突入。今季からはイングランド3部での戦いと。で、まあ、3部に関してはね、初年度からそんなにゴリゴリにリーグ戦に力を入れていくわけではなく、もし仮に昇格できなかったとしても全然ユースの育成のためにもう1年ぐらいいてもいいと思ってるので、まあ、もちろん昇格できそうだったらしていくんだけども、そんな感じで、まあ、リーグ戦の方はね、シミュレートの結果の成り行きにある程度任せていこうかなと思っております。やっぱり2部から一気にレベルが上がるイメージがあるんで、あんまりそこで戦える水準に達してない状態で昇格してしまうのもね、逆に危険なんで、そんな感じでやっていきたい。なんで今期やりたいこととしては、まず引き続きユースの発掘で、あと BSM トロフィー制覇、ここになりますと。 BSM トロフィーはね、昨シーズンまさかのグループ敗退を喫してしまったんで、今期はまずね、確実に決勝トーナメントには駒を進めていきたい。そして今メンバーこんな感じで、今期から一緒に戦っていくユース上がりの選手が一段と増えましたと。このウィングデレウ、ボランチのミラー、サイドバックアルシャマリで、センターバックスミスとジョーンズで、サブだけどモリーロと。でいよいよ見れるぞ、もうトップチーム昇格を待ちに待っていた天才センターバックコンビ、ジョーンズとスミス。この2人のプレーよ、どんな守りを見せてくれる。で彼らのプレースタイルが、ジョーンズがロブの達人、ブロック予測、しっかりとディフェンス系ついてくれている。でスミスが的確なパス、ブロック、パスカット、ブルーザー、曲芸師、えぐくない。ディフェンス系もバッチリ で的確なパスついてるんで、縦パスもバンバンさせそう。いや本当にこれは期待大よ。で、まあ、うちはね、非常にチームとしての真ん中のラインがめちゃくちゃいい選手が揃ってるんだよね。ジョーンズ、スミス、渡辺、藤田、フェレイラと。で逆にちょっとインパクトが弱いのがサイドの部分、まあ、ウィングしかりサイドバック、ユースは出てきているんだけど、めちゃめちゃポテンシャルの高いユースってわけではないんで、なんでその辺に置き換わる才能あふれるサイドの選手、そこを今回なんとか見つけ出していきたい。でそんなこと言ってる場合じゃなくて、マジキーパーがいないと。でこの配置してるハーディとこのサブのアルシャマリ、彼らはね、なんか勝手に補充されたんだよね。そういうシステムがあるんか。まあでもちょっと彼らは使う気はないんで、今急ピッチでポジションゴールキーパーに絞ってユーススカウトを派遣していますんで、そこで見つけてきた中から正ゴールキーパーを決めていこうか。さあ早速進めていこうか。でリーグ戦が来月から始まりますんで、まあ、ちょうどキーパーも探さないといけないし、まずはこの開幕戦前まで進めて、で今シーズン最初のスカウトレポートから確認していこうか。さあ進めてきたんで、スカウトレポートを見ていこうか。さあまずはゴールキーパーね。いやー、あんまりいいのは出てないけど、まあさすがに1ヶ月で見つけてこいっていうのも酷な話ではあるよな。でバレラは結構良さげなんだけど、15歳なんでね、トップチームで戦うの16歳からなんで、今欲しいのはね、即戦力なんよ。とりあえずこの16歳のクレスポ、彼にしていこうか。まあでもゴールキーパーもうちょっと探していこう。さすがにクレスポじゃ多分最後まではいけねえだろう。契約していこう。お次はベルギー。おっと、いいのが出たぞ。17歳デリッター、名前かっこよ。173cm 左利き、市場価値は150万ユーロ。これはでかい。さあこれは貴重な左サイドバックでは。契約していこう。スイスからは獲得なしだね。でユースアカデミー、こんな感じ。さあデリッター、オブヤル63、これは即戦力だね。ちょうど左サイドバックだけね、まだユース上がりじゃないんで、本当にちょうどいいところに出てきてくれた。さあもう迷わず上げていこう。デリッタ、トップチーム昇格。で、その他の面々はかなり微妙で、まあ、OVR が低かったり、デフリースみたいに高くても、ポテンシャルの範囲が下がってきてしまったり、なかなか即戦力クラスは確保できていないと。いやでもクレスポ上げんといかんわ。そう、使えるキーパーがいないんだ。OVR クソ低いけど、まあでもこの身長と体重、ここは評価できる。クレスポ、トップチーム昇格。それでは早速だけど、新加入組も増えまして、彼らのプレーもね、しっかりと見ていきたいので、いきなりだけどリーグ開幕戦。ここをまずプレイしていこうか。こちらのメンバーはこんな感じ。さあもう全ポジションユース上がりでございます。だからもう試合中のどの場面切り取っても、ユースのプレーが見れると。こっからがこのシリーズの醍醐味よ。さあ新加入組のプレーはどうだ。特に天才アメリカセンターバックコンビ、ここ本当に期待してるからね。さあで藤田的に言うと、右サイドにいるデレウ、彼とはポジション的にうまく連携してやっていきたいと思ってるんで、その辺も楽しみだよね。さあやっていこう。リーグ開幕戦キックオフ、さあ始まった。いよいよ3部でのシーズンが開幕。さあもちろん今季も藤田のね、結果を求めていくけど、序盤戦はしっかりと味方を生かすことを優先にやっていきたい。
二人に挟まれるが、なんとかここはキープ。さあいいね、サイドにここ抜けていってデレウ、さあリターンくれてもいいけど決めていった、素晴らしい。いきなりアルメイダ、いやー去年アルメイダのゴール生で見れんかったからね、これは嬉しいぞ。さあフェレイラのキープからアルメイダ、ここは同期組同士の連携、いやー今季のアルメイダ違うぞといきなり見せたね。1対0。さあ3部でいきなりゴール取れたのはでかいよ。そして3部初ゴールがまさかのアルメイダ。さあこの辺、ここでコースを作んな、オッケーオッケー、いきなりデリッターいい守備したよ。でごめん言い忘れてたけど、あの選手のね若干見た目だったり、あのスパイクとかねその辺変えてます、ちょっとかっこいい感じにしてあります。さあここ受けて、ここはデレウと連携していきたいが、ごめんマジでごめん。さあここはアルシャマリが行ってデレウ、フェレイラ、さあ鍋、デレウ、いやーデレウデビュー戦だけどガンガン積極的に行くね、結構好印象だぞ。戻ってこい、戻ってこいよ。さあいいね、いやセンターバックコンビね身長もあるからエアバトルも強いよね。さあここフリーだ、いやーいいねスミスよく当てた。さあこれ侵入許してやばいぞ、いやージョーンズナイス、よく詰めたね。さあデレー受け、デレーとの連携を見せていきたい。さあ俺でいいよこれ、オッケー、フェレイラ、リターンは厳しいか、ここで前半終了、後半キックオフ。さあフェレイラの今シーズン初ゴールもお膳立てしてやりたいな、まずはエースに得点がないと。さあ鍋、フェレイラ、俺が受けて一旦短所で鍋、鍋からフェレイラ打っていく、いやーいいね。おーっとこれはダイナミックにサイドに展開されてクロス、オッケースミス、いいとこ守ってた。さあデリッターナイス、さあこれ守りたい、オッケーオッケー、やばいってやばいって、うわー危ねー、やらかすとこだった。さあ打たせんな打たせんな、オッケージョーンズナイスブロック、さあデレウ行ってこいで、いいねデレウ素晴らしいリターンよ。そしてフェレイラじゃない、鍋、いやデレウちゃんいいんじゃない、ごめんね後輩だからちゃん付けさせてもらうけども。さあデレウとまた連携したいね。さあ中行くのか、さあここ切り込んでいって、いやこれあるぞ、打っていく、うわー決まったマジで、なんかどういうシュートになったのかは分からんけどなんか決まった。いややっぱ打っていくのは大事よ、当たったんかなこれ、そんないいコースに蹴った感じはしなかったけど。さあ開幕戦で取れたのでかいな、だいぶ肩の荷が下りるよ。さあいいねセンターバックコンビの安定感よ、ちゃんといいポジションにいるもんね。さあミラーに落として、いやミラーいいキープよそれ。さあデレウ出したいけど一旦サイドバックね。さあアルシャマリ、デレウめっちゃ中走るんだよな、あげなそうなんでフォロー行こうか。さあアルシャマリ一旦ちょうだい、さあここは鍋に展開、アルメイダやばいぞ、それはまずい、いやーナイスセーブ、クレスポー仮のキーパーとはいえナイス、ここは任せておけクレスポ、やばいって、うおー怖い、ここで試合終了、無失点勝利。さあマウンオブザマッチは藤田、まさかの初戦でいきました。いやーそんな正直狙ってはなかったんだけどね、急にぽっかり開いてチャンスができたんでね。いやーでデレウが加入してくれたことによってだいぶ攻撃の楽しさ増したよ、完全に使える選択肢増えたからね。いやーこれからも2個1でやっていこう、頼むぜデレウ、しかもお前はスキンヘッドだから見分けやすい。さあアルメイダ1ゴール、いや今季はデビュー戦から行くか、フェレイラ1アシスト、デレウ1アシスト、
いやー、でディフェンス陣見事、みんなデビュー戦で無失点。いやー、本当にセンターバックコンビの安定感やばかったよね。さあ開幕戦勝利したというところで、8月の方は残り試合は全てシミュレート、まあ、カラバオカップもあるけど、ここはまだ勝ち上がることは目標にはしてないんで飛ばしていこうか。さあで余談だけど、フェレイラがやっぱめちゃくちゃ人気で、移籍期間中でドルトムント、トッテナム、そしてユベントスからオファーと、完全に世界的な若手注目株よ。さあ8月こんな感じで終えてきた。いややっぱり3部はレベル高いね。勝敗は五分五分。やっぱ失点多いなキーパーのとこだと思うんだよな。リーグは現在12位、まあ、まだまだ序盤なんでそんなに順位は関係ないか。まあでもやっぱ失点多いな。さあスカウトレポート、いやそれなりのやつは出てきたけど、どっちも15歳ないよ。いやでこいつもだな、3人めっちゃお酒なんだけど悲しいよ。何今シーズンもうクレスポで耐えか、耐えて来年こいつらが16歳になるのを待つしかないのか。いやー厳しいって。いやーでもこのアヤラとリベロ、こいつらは100万ユーロ超えなんで年齢的にトップチーム昇格できないけど、アカデミーには加えていこうか。さあ契約。さあスイスから2人、17歳のコッホ、言いにくいな。さあ市場価値が120万ユーロ、これは素晴らしいね。契約していこう。そして17歳のシュミット、市場価値82万ユーロ、契約していこう。さあ現在アカデミーこんな感じ。いやゴールキーパー初、アヤラ、リベロ、 OVR65 へ。でもこいつらからしたらクレスポ眼中にないぐらいの、そんな逸材2人。いやでも15歳、来シーズンからなのはきちんだよな、まあ、彼ら楽しみにアカデミーで寝かしておくとして、即戦力になってくれるやつも欲しい。おでコッホいいね、 OVR63。コッホはもう上げていこうか。コッホ言いにくいな。トップチーム昇格、今ウィングはコッホが加わりましたと。で、まあ、ウィングは左右合わせて基本的にはシーズンを3人で回していきたいというところで、1人過剰になってしまうんだよね。で1人過剰となった時に、申し訳ないけど一番将来性のない選手に関しては正直捨てになるのね。もうレンタル期間も終わってしまったんで。そう4人全員バランスよく育てようとかいうね、生ぬるいこと言ってると逆に全員育成ミスるとかそんなことになりかねないんで、そうなった時に判断するのはこのポテンシャル。ここが今どうなってるかなんだけど、コッホがポテンシャルが高いで、モリーロもポテンシャルが高い、アルメイダもポテンシャルが高い、デレーウ何もなし。いやこれからも2個1でやっていこう。頼むぜデレーウ。ごめんな、さっきの試合でいろいろ褒めたけど、ウイングでそのポテンシャルじゃやっていけねえんだ。うちデレーウ、ウイングは3席しかないんだ。開けてくれるか。あ、うなずいたね。ということでちょっとデレーウね、今シーズン出場機会を失うことになるが、一応もう移籍期間も終わってしまってるが、レンタルリストには入れておこう。さあそして9月で、9月に BSM トロフィー、グループリーグ2試合があるんだよね。サットン戦とノッツ戦と。で BSM のグループリーグはこの2試合で終わりなんで、ここマジで落とせなくて、でまあどっちか1勝でもできてればほぼほぼ突破はいけると思うんで、だからこの今回グループ最終戦18日のノッツ戦、ここをプレイしていこうか。というわけで18日までシミュレートで流してこようか。さあこんな感じで進んできた。リーグ戦はかなり好調で、リーグ陣は現在6位。さあだいぶ巻き返してきた。で BSM トロフィーが初戦引き分けてるんで、ここ勝てば決勝トーナメント確定と。さあ絶対勝つよ。でただ試合に行く前に各選手のここまでのスタッツ確認していこうか。さあ目立つところで言うと、アルメイダが3ゴール1アシスト、今季かなり好調。初戦もキレキレだったもんね。いやー今シーズンはもうやる気満々ですよと。今シーズンのアルメイダ期待大だな。でエースフェレイラ5ゴール2アシスト。いや3部でもいいペースで取ってるね。こいつは何も心配はいらねえな、多分勝手に取ってくれるわ。で失点続いてるんで、やっぱりディフェンスの無失点試合数ここはちょっと少なめなんで、次のノッツ戦ね、ここはしっかりと無失点に抑えていきたい。さあやっていこうか。さあ今回のメンバーはこんな感じ。コッホのデビュー戦いくよ。デレウとのね一悶着あったが、また新たな連携を築いていこうぜ。まあ、初戦で藤田はゴールを決めてるんで、今回もそこまで貪欲にゴールを狙いに行くというよりかは、しっかりと周りを生かしながらプレーをしていこうか。 BSM トロフィーキックオフ。さあここ勝って決勝トーナメント行くぞ。さあやっぱセンターバックの空中戦強い。そして鍋からの藤田、ここは剥がしたからアルメイダを使って、いやーオフサイドか。いやアルメイダマジ縦横無尽すぎんか、なんで俺の前にいんの。左ウィングよね、ミラー間で受けて
さあここは一旦剥がしたいが、さあ候補、いいね、フェレイラ打っていく、素晴らしい、エースが決める。いやーここを決めきるのがエースよ、フェレイラ。いやーよく決めたな。そしてコッホのアシスト、いやーコッホもいきなりアシストという結果、これは素晴らしい。1対0。さあデリッター、いいね、初戦からデリッターの守備輝いてんだよな。さあデリッター頑張れ、シュート許すな。オッケー、アルメイダ守備でもお前輝くんか、今季のアルメイダ一味違う。さあミラーから受けて、さあフェレイラ、鍋打っていいよ、いやー惜しいね、鍋惜しいな。後半キックオフ、さあ結構硬い試合だね。さあナイスカット、フェレイラに預けて、いいね、さあここチャンスよ、中来てくれてるか、一旦切り返してフェレイラ、アルシャマリー、ナベキープ、さあミラーからのコッホ、フェレイラ、いいよいいよ。さあここはデリッターの守備、いやしかも残す、完璧かよ、ちょっとデリッター超人だな、これは厳しい展開だけどディフェンス陣が最後のところで踏ん張ってくれている、いいね、さあこれチャンスよ、フェレイラいいぞ、うまい、これはうますぎる。さあどうするのか、アルメイダ上げてもいいぞ、さあコッホ打っていく、さあ残り10分、耐えていこうぜ、オッケージョーンズ落として、さあしっかり守備頼むよ、やばいってやばい、いかれる、いやー突破はでもうまかったな、相手あれはジョーンズ攻めれんわ、待ってくれ待ってくれ、2引き分けだとグループやばくないか、ちょっと待った待った、一気に戦況変わってしまった、これはやばい。さあ鍋ここもらいに行こうか、いやー精度、ここで試合終了、グループ2分け、やばないかこれ。フェレイラ1ゴール、コッホ1アシスト、クレスポ6.0。いやーでもあれいいキーパーだったら触れてたんかなとか思っちゃうよね、まあそれも込めて現状のうちの力ではあるんだけど、いやーもったいない失点だった。いや待った待った待った、そうか2引き分けは無敵か、まず前提として2以上で決勝トーナメント進出なんで2位内に入ればいいと、最終戦がノッツとサットンの一戦なんで、ここで勝敗がつけばいずれにしても2以上にはなれると。でただ怖いのは、引き分けパターンで、最終戦引き分けだと全チームが勝ち点2なんで、そうなるとちょっと分かんないよね。まあでもよっぽど大丈夫でしょう、こんなとこでつまずきたくねえぞ。まあその運命の最終戦の結果は次回の楽しみにしていきましょう。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんぜひチャンネル登録高評価でモアカムの後押しお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。